離岸堤の思考例離岸堤の効果が現れている例。海気海岸離岸堤とは、海岸の沖合に設けられる侵食防止のための堤防上の構造物。ヘッドランドとも言うが、離岸堤式ヘッドランド工法と、特定式ヘッドランド工法とは区別される。T 字型のものは通称で T バーとも言う。沖合から押し寄せる波の力を弱め、海岸の侵食を防止するとともに、 砂の体積を流す。簡易な防波堤とも言えるが、防波堤ほど強固な構造は許さず、波の力を完全に減災することを目的としていない。離岸堤の内側の水域は、一見すると波も穏やかで泳ぎやすい印象を受けるが、実際は沖へと向かう強力な離岸流の発生しやすい特徴を持っており、遊泳に適さないこともある。沖合100メートル前後、 水深2メートルから5メートル程度の場所に海岸線と平行に設置する。幅10メートル、長さ100メートル程度の島上の構造物となるが、施設の配置や構造の決定については、付近の海底地形や潮の向きや力など、様々な因子に左右されるため法則性は見出されておらず、付近の施設の成果を参考に検討が行われる。捨て石などにより、 海底から2メートル程度の高さまで土台を築いた上に消波ブロックを積み重ねる。ブロックの包みいただきが海面下に沈む構造の場合は人工リーフと呼ぶ。日本では新潟市西海岸公園沖合に初めて離岸艇が採用された。現在では各地で設置が進められている。ありがとうございます。